はい、どうもすみません。はい、ということで天の声がね来ましてですね、これを録音してくださいと。はい、それでですね、まあ、全部できるかわかんないんですけど、これ大前提で申し訳ない。できないのはできないのでですね、できないのは弾けないのは弾けないので、弾けないっていうのはですね、技術的に弾けないとかじゃなくてですね、まあ、それもありますけども、はい。まあまあまあコード引きなので、まああとはね、どうしても、まあわからないですけどね、ちょっと曲、いろんな曲って言ってもいろんな曲があるので、はい、ちょっとですね、無料でございますね、はい、無償でございますね、はい、ね、ピアノで弾くだけです、ピアノで。あとはですね、まあ、音源のこのシンセサイザーでこうあれするのはちょっとね、ちょっとそれはちょっと大変なんで、お金をいただかないとできないんですけど、それは申し訳ない、それは載せてあるので、このページにいつもずっと全部載せてありますんで、ピアノで弾くのだけだったら別にいいかなっていうかね、本当に、簡単ですけれども、簡単って言ったらあれですけど、まあ、一生懸命弾きますけれども、はい、まあ、シンガーソングライターのね、作詞作曲された曲の、曲だけをね、曲だけを、歌はできないしですからね、演奏させていただきますっていう、これなんて書けばいいでしょうかね、ちょっと後で考えて、はい、あなた様のですね、まあ、これをご覧いただきましたらですね、その方の、曲をピアノで、まあ、ピアノもこの音ですからね、あんまり音質はあれですけども、まあ、それは他の私の他の、ね、ピアノを弾いてるピアノだけのやつもね、載っておりますので、いっぱい載っておりません。もう4200本になりましたんで、4200本になっちゃう。もうちょっとで頑張って5000本になりますけど、はい、頑張ってですね。うん、はい、そういうことでですね、はい、弾かさせていただきます。はい、はい、もう、ただですね、楽譜が欲しいので、楽譜と、まあまあ、できたら音源が必要、欲しいですね、音源があった方がいいですね、やっぱね、いろいろあるのでですね、なんかあるといけないので、はい、音源と楽譜はですね、メロディーとコードです、メロディーとコードが和音が書いてあれば、それをですね、お送りいただけたらねですね、はい、で送る方法は、いろいろあんのかな、ないのかな、はい、まあそれはね、ちょっとお電話いただけたらいいかなと思いますね、はい、はい、お電話いただく、 Facebook の無料通話でもいいし、 LINE でもいいですしね、はい、他にもね、無料通話っていうのはありますかね、はい、電話番号載せてますけれども、はい、はい、ということで、電話番号っていうのがもうなんか全然意味がない世の中になってんですね電話番号ってね、大企業だったら意味があるんでしょうけどね、はい、ということでね、やっぱ YouTube のが意味があるんですよね、 YouTube のがね、はい、不思議な、なんかよくわからない、なんか苦情を言いたいときはね、電話かけますけどね、まあまあ音楽やってるだけですからね、はい、はい、そういうことでですね、余計な話もいっぱいしちゃうんで、こうやってですね、余計な話もいっぱいしちゃうんですけども、はい、まあね、はい、もうありのままのね、ありのままでございます、はい、ぜひですね、はい、これページを作りましてですね、この動画を、今のこの動画をね、書きたいと思います。で、この再生回数順のですね、ちょっと上の方にね、再生回数順ってあるんですよ、
あのに人気動画っていうかね、回再生回数順のあれにあのちょっと上の方に入れさせていただきたいと思います。はいはい、あとねあのピアノ演奏させてくださいっていうのもね載せてますし、はい、あのこの説明のところに全部ですねいろいろ、あとこの私のこのチャンネルのトップの動画ですね、はい、まあ、音楽、うん、あの説明のやつですね、はい、その他いろいろですねいろいろやっておりますので、はい、はい、あの完全にもう無償で、まあね、あのいっぱい来ちゃったらねちょっとねいっぱい来ないと思いますので来ないと思いますので、まあでもいっぱい来たら嬉しいかな。もう全部弾きますよ、全部ね、あの命ある限りね、はい、はい、あの弾きますよ、あの、はい、別に弾くことはねもうピアノ弾くのが仕事ですからね、はい、うん、でももう最近ねクラシックにですね、クラシックがなんかねクラシックやりなさいっていうことでね、これもまたねこれまたクラシック連弾のやつ撮りたいと思いますね。はい、連弾のやつね。はい、ああ、ここにね、いろいろのあるんで、1曲ずつですね。はい。あと本もいっぱいね、いっぱいありますんで、はい。別にできなくてもいいんですよ。できなくてもいいんでね、そういうのいっぱい撮ってますので、はい。うん、まあね、そういうね、その上手な方はね、もうラ・カンパネラだってね、いくらでも弾ける人も、もう、なんか山のようにいますもんね、ラ・カンパネラね、みんなねやりたいからね、うん、まあまあいい曲ですけどね、うん、いい曲ですけどね、はい、うん、まあいい曲だとは思いますけどもね、はい、はい、うん、本当にいい音楽って何かなってね、やっぱね、うん、人の心、まあラ・カンパネラもね、あの人の心を動かすと思うんですけど、うん、この前に撮った動画ね、あの私本当に、うん、心の底からね、あのいいって思う音楽があるんですよね、うんうん、だからまあ宇宙戦艦ヤマトのね、あの、まあ、信じ合う二人っていうのがね、あの羽田健太郎先生とね、のあの伴奏でね、あの徳永さんっていうね、あ、まあ、そうやってこう何回も聴いたやつとかいっぱいあるんですよね。マリーンさんのレフトアロンとかね、まあ、いっぱいあるわけですよ、いっぱいね、この前もね動画紹介したりしてますけども、はい、うん、本当にねいい音楽にね出会えるかもしれないですね、はい、うん、それはもうね本当にね、でいい音楽ってねなかなかね、なんかね広まんないんですよね、広まんない、ある程度まではちょっとは行くんですけどね、なんかね、うん、よくわからない音楽のがねヒットしてるしてる場合が多いですね、うん、だからそうするとみんなそういう感性になるわけですよね、流行ってる音楽ね、うん、はい、まあでもね今もう情報がいっぱい出るようになったんでね、なってますのでね、はい、やっぱりもう人によって感性が違うわけでございます。はい、どうもすみません、余計な話もいっぱいしちゃってですね。はい、このままアップロードします。はい、はい、どうもすみません。はい、失礼します。はい。